一子です。今日は2024年5月15日水曜日です。高松の午後9時半頃の温度は18度で、予報はやや曇りです。明日の予報では強風マークがついていますので、外出は考えます。動画は前回の続きからで多比上町に入りました。読み上げは、未解決事件の泉南郡熊取町小4女児誘拐事件の1回目からです。では、いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。未解決事件。泉南郡熊取町小4女児誘拐事件。出典、フリー百科事典ウィキペディアより。この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。このテンプレートの使い方。出典検索、泉南郡熊取町小4女児誘拐事件ニュース、書籍、スカラー、CI2、J ステージ、NDL、ドリブ .jp、ジャパンサーチ、TWL、2018年11月。出典記事名の実名対策について。記事名に削除方針ケース B2 の除外条件を満たさない被害女児の実名が含まれる出典を提示する際は、この箇所を声明イニシャルや女児ではなく〇〇や記事中のかなに置き換えてください。声明イニシャルでは実名が推測されやすくなるため推奨しません。女児では元の記事名を崩します。泉南郡熊取町小4女児誘拐事件とは、2003年、平成15年5月20日午後3時頃に大阪府泉南郡熊取町七山で発生した失踪事件の通称で、大阪府警察による正式な呼称は泉南郡熊取町における小学生女児に対する未成年者略取誘拐事件。2023年10月現在も解決に至っておらず、長期未解決事件となっている。また、事件が解決していないために詐欺事件も起こった、ハッシュタグ関連事件参照。概要。2003年、平成15年5月20日、熊取町の小学校に通う4年生の女児は、学校行事である社会科見学を終えて、同級生3人と一緒に帰宅。女児の自宅から560メートル離れた地点の交差点で同級生3人と別れ、さらに別の同級生が女児の自宅から400メートル離れた地点で女児を目撃したのを最後に忽然と姿を消した。女児は、いつも自宅から50メートル離れたところにあるバス停の前を通って帰っていたが、同じ頃、バス停に停車していたバスの運転手及び乗客は女児を目撃していない。18時半頃になって家族が女児が帰宅していないことを学校に連絡。その日のうちに付近の住民の協力を得て捜索したものの、現在に至るまで発見につながる有力情報もなく、女児が当時身につけていたリュックサックや衣服などの遺留品も発見されていない。失踪当日4台の不審車両が目撃されていた口述。さらに、2014年、平成26年11月に新たな目撃証言がされた。捜査特別報奨金、公的懸賞金制度の指定事件となっており、女児の発見や被疑者の検挙につながる情報に対し300万円の懸賞金がかけられている。事件発生当日の状況など、この説は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。このテンプレートの使い方。出典検索、泉南郡熊取町小4女児誘拐事件ニュース、書籍、スカラー、CI2、J ステージ、NDL、ドリブ .jp、ジャパンサーチ、TWL、2018年11月。起床、いつもより1時間早く起き、準備をした。登校、いつも通り家を出る。
小学校大阪市下水道科学館にバスで出かける。14時30分ごろ小学校へ戻る。14時40分ごろ見学日だったため普段より30分早く下校。いつも待ち合わせて帰る。近所のことは帰らず同級生3人と帰る。14時57分七山交差点。他の3人より60メートル先を歩いていたが、3人と挨拶をして別れた。交差点から自宅まで560メートル。14時59分ごろ、一度家に帰り、自転車で遊びに行こうとしていた同級生の男児 B とすれ違う。すれ違った地点から自宅まで400メートル。遅いねバイバイと言われ、女児は笑顔を返した。15時0分ごろ、男児 B が目撃した地点から50メートル離れた長寿路で、白色のクラウンに男と小学生くらいの女の子が乗っていたのを目撃。助手席には白い服を着た女の子がうつむいて座っていたという。江城から自宅まで350メートル。男児 B とすれ違った地点からは50メートル先である。いつも通っていた商店前で、当時塗装作業をしていた男性や商店近くを歩いていた親子は女児を見ていない。当初、塗装作業をしていた男性は自宅の南東約200メートルの路上を女児が一人で歩いているのを目撃していたと報道されていたが、男性はリュックの女の子を見たけど、顔は見ていないと話していたため、女児本人かは定かではない。商店から自宅まで300メートル、男児 B とすれ違った地点からは100メートル先である。15時15分から25分、バス停で発車の時間待ちのため停車していたバスの運転手や乗客たちは女児を見ていない。近くの公民館前を通った男性看護師も女児を見ていない。近所の集会で付近住民が公民館に集まっていたが、目撃者や声などを聞いたという証言がない、悲鳴があっても聞こえなかった可能性がある。自宅まで50メートル、男児 B とすれ違った地点からは350メートル先である。なお、このバス停は後に廃止された。17時0分、兄が女児が帰ってきていないことに気づく。18時30分、家族や付近の住民で探し始める。19時30分ごろ、警察に通報。その後、誘拐を想定し警察が女自宅に待機していたが、電話はかかってこなかった。14時59分に、男児 B とすれ違ってから自宅までの400メートルの間に連れ去られたと言われていたが、その100メートル先の商店や通行人には目撃されていないため、商店の近くに行くまでの間に女児の身に何かが起きたと考えられ、自動車での連れ去りということで捜査が進められているが、進展していない。報道された捜査内容。この説は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。このテンプレートの使い方。出典検索、泉南郡熊取町小4女児誘拐事件、ニュース、書籍、スカラー、CI2、J ステージ、NDL、ドリブ .jp、ジャパンサーチ、TWL、2018年11月。報道されたものや警察より発表された捜査状況など、女児がいつもの下校時刻より30分早く帰っていることから、犯人が特定の女児を狙ってさらったとは考えにくいため、計画的な誘拐ではなかったという警察の見方もある。女児は性格がおとなしく、人見知りをするタイプで、知らない人についていくことは考えにくいとのことで、顔見知りの人物に車に乗せられたのではないかという視点でも捜査が進められている。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2023年11月26日、日曜日。はい。
これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。